学校の頃に少年野球を始めた。中学校で日本代表世界大会3位、強豪高校50校からスカウトされて、上下関係許そうだから東北選んだ。1年生の秋からチームのエースを任され、2年生の夏の甲子園見事に決勝進出。だけど優勝かかった決勝逆転負け、先輩たちに申し訳なくて涙が溢れた。3年主将に就任、甲子園でノーヒッター。夏の甲子園であと2試合連続完封。だけど3回戦大雨降る中投げて、味方のエラーで失点、延長戦で逆転負け。日本ハムに入ってやらかし無期限謹慎、だけど昼間見捨てることなく一軍昇格させた。デビュー戦で初先発初勝利、チームのエースとなって中日破って日本一、パリーグ連覇を成し遂げ沢村賞に輝き、侍ジャパンに選ばれ見事に優勝胴上げ投手、ポスティングでメジャーへ旅立って、メジャーで最多奪三振、日本人初メジャーで最多勝。そして迎える3月 WBC、 優勝を勝ち取れダルビッシュ。